ここいいかな。よし、行くぞ。プレイボール。アスナロ、ここだ。そいつはどうかな。え、もしも朝霞を舐めてかかってるとしたらとんでもないことになるぞ。ごめんなんだな。くそー、いきなり打ちやがって。どんまいどんまい、出会い頭のなんとかってやつだよ。次からバッチリ締めていこうぜな、アスナロ。軽い軽いって。おかしい、一球外そう。ノーアウトランナー三塁、朝霞学院早くも先取点のチャンスです。おっとランナー走った。やったぞ。もう勝ったも当然だ。なんだかわけのわからないうちに1点取られちゃった。たった1点なのにもう勝ったような騒ぎね。1回の表、アスナロ君、続く3番カスガノ君と4番堀田君をあっさり三振に打ち取りチェンジです。呼吸打ちかよ、参ったな。しかし何なんだよ今のクリーンナップは。ああ、ずいぶん手応えねえよな。ああ、あれじゃまるで買い出せんだぜ。大したことねえな。ま、怖いのはあの坂口だけだな。1点ぐらいすぐに逆転できるさ。そう、この小西様のバットでな。そうかな。え、多分今の1点はとてつもなく重くなるぞ。どういうことなんですか監督。そのうちわかる。そんな監督教えてくださいよ。またあらっ。あ、いけねえ。よろしくお願いします。まあ気楽に行こうぜ。監督です。朝霞を逮捕せ。ストライク。なんで、大したことねえじゃねえか。よし、まず俺が軽く塁に出てやるぜ。ジェラ。うまい守備ですね。俺の方が兄貴より足が速いってとこ見せてやるぜ。嘘だろ。ライト前でアウトだなんて。
なるほど、球速も伸びもまあまあってところか。スイッチしてきたぞ。一発狙ってきたか。だがデータによればこのバッターに長打はない。ジュアッ。ホームランボールをレフトフライにしました。朝霞ナインがレフトへ集まってきます。大野君大丈夫でしょうか。立ち上がりました。大丈夫なようです。これで3アウトチェンジ。桜高校惜しくも1点ならず。朝霞の守りは完璧です。やっぱりそうだ。え、何がそうだなんだ。全選手が100メートルをなんと11秒台で走る俊足揃いなんですよ。つまりここまで予選を1対0、1対0、2対0とわずかな差で勝ってきたのは坂口一人の力だけではないということです。全員の守備力で勝ってきたんですね。うん、でもよ、そんなにすごい守備なのか。公式戦38試合で失策ゼロです。どうやら僕たちのことに気づいたようだね。でも、もう遅いよ。僕たち先に点を入れちゃったんだから。2回の表、浅香学院はアスナル君の速球に手も足も出ません。この一点何が何でも守り抜いてみせる。どこからでも来い、桜子。もう見るなよ。心配ないって。次はカイドウさんだぜ。ホームランなら守備も何もねえだろ。そりゃそうだけど。で、次のアスナロが一発打つだろ。そんでもって次の小西様がでっかいの打てばもう3点だぜ。この回であっさり逆転だ。何？ボール。ボール。敬遠。嘘だろ。ランナーもいないのに。なんで敬遠なんかすんだよ。いや、もしも完璧に抑えるつもりならばあれしかないよ。ボール、フォアボール。続いてバッターはアスナロ君。ボール。そんな。なんで二人続けて敬遠なんだよ。まるで逆転してくれって言ってるみたいじゃねえか。いや、むしろその逆だ。そうです、カイドウさんと浅野君の一発長打を警戒して歩かせたんですよ。あの二人の長打さえ封じればあとは守備力で抑え込めるってことか。ボール、フォアボール。そう真面目にやれ。そんなに打たれるのが怖いのか。なんで浅野君に打たせないのよ。どういうことなんですか。これが浅香学院の野球なんだよ。くそー、ふざけやがって。この小西様がスリーランホームランで一気に逆転してやるぜ。
どうして勝負しないんだろう。これが僕たちの戦い方さ。そろそろ本気を出すか。どっからでも来やがれ。撃って、小西くん。頼むぜ。よし、うん、どりゃー。トライは、うわっ、たちまちスリーアウトチェンジ。桜子を得点ならず。アスナロのやつ、これで6連続三振だぜ。たく、坂口以外はカスばっかりだな。ということは、坂口さえ抑えとけばもう点は入らないってことだ。ショートセーフ。すまん、アスナロ。ドンマイ、ドンマイ。なんだよ。なんでわざわざライトから来るんだよ。下手くそ。アスナロ、慎重に行こうぜ。大丈夫ですか、達郎さん。ああ、取れっこねえのにカッコつけっからだよ。ホームランを打てもしねえのにバカぶりするやつよりはマシだろ。なに、まあまあまあ。おい、小西、おめえが人のプレーにイチャモンつけんのは10年早いんだよ。そういうおめえだってエラーしたくせに。なに、小西君、白石君、試合中ですよ。向こうの守備もすごいけど、僕たちの守りだって決して負けてはいませんよ。相手にも僕たちの守りを見せてやりましょうよ。ああ。かっ飛ばせ、坂口さん。ど真ん中。ナチュラルシュート。やばい、ロンソクの小西の前じゃねえか。ダメだ。アウト。しまった。出ました、小西君のファインプレーでスリーアウトチェンジ。ナイスプレー、小西君。見たか、必殺ダブルプレー。どうして鈍足のお前が。その秘密は、じゃーん。なんとなくだけど、お前痩せたのか。猛練習の賜物さ、おかげで体が軽くて。小西君、ナイスプレー。アスナロ、守りは任せとけよ。はい。でもよ、急激に痩せたから皮がたるんでるぜ。うわっ。
で。もう8回の裏か。予想通り完全に守備合戦になっちまったな。このまま負けるんじゃ朝霞のペースから抜け出せなければね。そんなことないわ。絶対逆転する、絶対逆転するわよ。僕たちあの桜校に勝てるかもしれませんね。ああ、だが最後まで油断するなよ。よし、まずあの間抜けな顔をした9番から取っていこう。あっ、聞こえたんだな。え、僕の顔は間抜けじゃないんだな。完璧に僕を怒らせてしまったんだな。えっ、あいつらの連続無失策はストップだ。桜子、エラーで出塁した斉藤君を1番白石兄が送りバントで2塁に進めました。2番白石弟は意表を突くセーフティーバントでしたが惜しくもアウト。続く3番田村君、ボールをよく選んでパーボー。やった、ランナー1、3塁。ごめん力也、僕のせいで。春日のエラーの一つぐらいでくよくよするな。満塁になったとしても俺たちの守備は完璧だろう。このぐらいのことで崩れるわけはない。どうする力也、次はカイドウだよ。もちろん敬遠だ。次のアスナロで勝負だ、うん、ボール、ジェッ、ボール、パーボール。アスナロと勝負ってわけか。え、まだ俺と勝負しておいた方が良かったかもな。え、8回の裏、桜高の攻撃です。ツーアウト満塁。続くバッターは一発長打を持つアスナロ君です。今度は敬遠策は使いません。朝霞、このピンチをどう切り抜けるでしょうか。発動せアスナロ、朝霞を解放せ。アスナロのリーチから行ってそこなら長打はない。右方向へ打たせて一気にチェンジだ。この回が勝負。え、外角低め、やあ、外角攻めでも危ない。こうなったらあの球を使おう。でもお前、必ず受けてやる。佐藤、お前、よし行くぞ。来い力也。キラー、甘い改革。ついに出た坂口くんのウィーニングショット、フォークボール。次回、名門第三野球部、負けて悔いなし、ここが僕たちの甲子園。フォークだ。しまった。
タイム。大丈夫か。さあ、ツーナッシングだ。追い込んだぞ。佐藤。あと一人、締まっていこうぜ。ナイスファイト、佐藤。いいぞ、佐藤。すごいフォークだったわね。ええ、でもどうして今まで投げなかったのかしら。僕のせいなんだ。僕があの鋭く落ちるフォークを取れないばかりに力也は。ああ、もう一度だ、力也。まだまだだ、力也、もう一度頼む。ああ、佐藤、フォークは使わずストレートだけで行こう。力也、フォークボールを使わなくても十分やっていけるさ。あいつは僕を一度も非難しなかった。だから今こそ僕は。さあ来い、力也。佐藤、俺も力いっぱいお前の気持ちに応えるぜ。僕のリーチじゃ引っ掛けるのがやっとこれしかない。うわー、セカンドとショートが追っているぞ。やった。やった、逆転だ。ついに逆転だ。いいぞ、アスナロ。さすがはアスナロ君。いいぞ、いいぞ、アスナロ。いいぞ、いいぞ、アスナロ。いいぞ、いいぞ、アスナロ。俺のフォークを打つとは。あのフォークが打たれるなんて、力也のフォークが打たれるなんて、もうダメだ。任せなさい。華麗なる一打を君に捧げよう。あのバカ、相変わらず調子に乗りやがって。あいつ調子に乗りすぎて力まなきゃいいけどな。ちぇー、ありゃー、あらら。なんで、何が38試合失策ゼロだよ。まったく笑っちゃうぜ。相手のエラーを笑うことはいけないことなんだな。はい。ごめんよ、力也。いいさ、気にするな。もうダメかもしれないね。何？ 3 対1じゃもう。そうだな、甲子園なんか夢の夢だったんだ。ありがとう、力也。ここまで僕たちに付き合ってくれて。お前ら本気でそんなこと言ってんのか。ふざけるな。甲子園よりももっと大切なもんがあるんじゃねえのか。大切なもの。好きな野球をみんなでやることなんだ。あ、
力也。見ろよ、奴らを。奴らだってまともなチームじゃない。俺たちと同じように汗と泥の中から這い上がってきたんだ。そんな奴らと精一杯戦う、それで十分じゃねえか。甲子園に行くだけが野球じゃねえ。今このグラウンドが俺たちの甲子園なんだよ。ここが僕たちの甲子園か。僕たちにはぴったしの甲子園だ。よし、まだ試合は終わったわけじゃない。最後の最後までベストを尽くそう。おう、リキラ、打たせていいぞ。え、必ずピッチャーに打ち返す。嘘め、と、取った。セカンド片山くんのファインプレー。スリーアウトチェンジ。あいつら、急にまた生き生きしてきたぜ。どうなってんだ。バッターアウト。ドライブ、バッターアウト。旭川学院、最終回の攻撃は早くも2アウト。旭川学院、絶対のピンチです。次は8番ね。もう1番の坂口さんには回らないわね。2アウトで2点差か。リキア。ありがとう、リキア。お前と過ごした3年間の野球生活、最高だったよ。リキア、お前僕たちと同じ浅香の高等部に進学を決めたのか。悪いか。なんでだよ。お前ならもっと野球の強い学校へ行けば甲子園に行けるじゃないか。お前は俺たちの希望の星なんだぜ。お前ら甲子園に行くのが夢なのか。そりゃまあな、無理なのは承知だけど。夢だけは見ていたいから。じゃあ一緒に見ようぜ。え、同じ夢ならお前たちと見た方が楽しいじゃねえか。僕たちはいつも坂口に頼っていた。だけど今日だけは自分たちの力で戦うんだ。絶対に塁に出る。よし、ここはインコース低めで決まりだ。すいません。大丈夫か、スタート。ああ、大丈夫だ。お前も何としても塁に出ろよ。あいつわざと当たったな。よし、来い。走！
回ツーアウトから執念の攻撃で一塁三塁、そして迎えるバッターは1番坂口くん。佐藤、笹川、絶対にホームに返してやるぜ。さあ坂口くん、長打が出れば同点、ホームランならば逆転です。驚いたね、こりゃとうとう坂口まで回しちまったよ。大丈夫よ、アスナロくんなら。外角に外して様子を見るか。ここは絶対に初球は外す。佐藤君が走った。桜高バッテリーの手をついてホームスチールだ。何佐藤、なぜだ。1点欲しかったんだ。僕たちだけでどうしても1点欲しかったんだ。よくやったぞ佐藤、ありがとう。最高の1点だったぜ。今度は俺があいつらの気持ちに応える番だ。アスナロのやつ、相当プレッシャーがかかってるな。アスナロ、ファイト！ブルペンに行け。アスナロなら大丈夫だと思いますけど。時間がないぞ。はいはい。アスナロ、気にするな。はい。それとランナーも気にする必要はない。今は坂口と全力勝負。それで全ては終わる。はい。勝負か。うん。っ入ったか。ファールです。あぶねえ。アスナロ、よっ。達郎さん。落ち着けよ。ありがとう達郎さん。勝負だよ。
二人ともよく頑張るぜ。ふっ、あれほどの選手がなぜ無名校にいるんだろう。坂口さんにとってはアタカ学園しかないのよ。頑張れ力也、頑張れ、打てよ。この試合を見ているとなぜかそんな気がしてくるの。もう20球以上もファールしてるわ。一体いつになったら。チュアタイム、タイム。一球も甘い球が来ねえ、なんてピッチャーなんだ。次だ、次で決めてやる。握力はなくなってきた。坂口さんに通用する球はあと一球だけ。プレイ。決して気を抜くなよ、アスナロー。ちょっとでも甘いところに行ったらおしまいだぞ。おう、アスナロ君、取る。斉藤君、格闘技なんだな、野球は。アウト、ゲームセット。よくやった、よくやった。さくら校から目が離せなくなったな。あと1点届かなかった1点か。なんだよみんな、俺たちは頑張ったじゃないか。だから泣くなよ。3対2で桜高の勝ち。ありがとうございました。アスナロ、さっきはすまなかったな。血で滑ったんですね。お前も大したやつだな。しかし酷な真似するぜ。最後の試合で俺の闘争本能に火をつけやがった。だからまた会おうぜ、プロでな。じゃあな、とことん夢を見ようぜ。プロか。準決勝の相手はあの調子校だ。桑本さん、今度こそ決着をつける。次回名門第三野球部準決勝、僕たちのライバル桑本再登場。